意外とうちの警備がザルということが分かりました。なるほど、そういう理由でしたか。どうせなら若葉も一緒に来る？榊さんが構わないのなら。ではお言葉に甘えてご一緒させていただきます。了解です。授業も始まるし、行こう、若葉。うん。今日は西暦1936年2月から1941年4月まで続いたルーラ帝国とカージ合衆国およびメオリル峡谷との戦争、通称大陸戦争について説明します。西暦1936年、ビルカール帝国との不可侵条約を結んだことにより、南からの脅威にさらされなくなったルーラ帝国は、長年対立していたメオリル峡谷に宣戦布告し、侵攻を開始します。所詮こそルーラ帝国は圧倒的な兵力によってメオリル峡谷の領土の半分を占領しました。しかし突如としてカージ合衆国がメオリル峡谷と同盟を締結したことを発表。そして峡谷の死を恐れない兵士に加え、合衆国の高性能な兵器によってルーラ帝国は損害が出るばかりでした。その結果、戦線はメオリル峡谷の国境線付近まで押し戻されます。そして戦線はそのまま膠着し、戦争は長期戦と化します。その結果どうなりましたか、水の宮さん。はい、兵の数が多いということはそれだけ戦費がかかります。多額の戦費によってルーラー帝国は経済の疲弊し、国民生活が圧迫、そして皇帝への不満が高まり革命が勃発。皇帝一族は処刑され、ルーラー帝国が崩壊しました。その後革命政府によって現在のジーミール共和国連邦が設立され、合衆国および峡谷と即時講和を宣言します。そして侵攻した領土全ての返還をもって講和が成立し、終戦となりました。素晴らしい、水の宮さんは毎回予習もしっかりしていますね。
すいません。クラウス・アスマンさんはいらっしゃいますか？あ？ヒュームの女が何の用だ？あなたに用はないので、クラウス・アスマンさんはいますかとだけ聞いているんです。用件も言えないのにクラウスを呼べるかよ。用件を言え。プライベートなことなので言いたくないです。僕に用って聞こえたけど。クラウス、やめとけ。でも。ヒュームと関わっても何も得るものはねえよ。最近もヒュームの女にかどわかされて、路地裏でリンチに会った奴がいたろ。この女もきっとつつもたせだぜ。は？誰がつつもたせだって？うわ、怖っ。移動教室だし、とっとと行こうぜ。落ち着いて。とりあえず廊下に出よう。これだからバンプは大嫌いなんですよ。レイリはよく頑張ったよ。そう言ってもらえると少しは気持ちが楽になりますけど、やっぱりムカつきます。でも依頼をこなさなきゃいけないんですよね。そうですけど、私はもう警戒されちゃってるので近づくのは無理ですよ。そもそもアスマンさんでしたっけ？あの人もどうせヒュームのことを見下していますよ。先輩が一体どうやって近づくんです？それ普通に犯罪じゃないですか？え、そうなんですか？確か盗聴器を仕掛けて盗聴しただけだと犯罪にならないはずだよ。ただ盗聴器を仕掛けるために他人の家に侵入した、電話回線上に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受したなどは犯罪なんですよね。いえ、テレビ番組で盗聴についての話題があった時に目にしただけですよ。さすが若葉、博識だね。ありがとう。はーい。若葉、授業始まるし、そろそろ行こう。うん。おい、気をつけろよ、用務員。まあまあ、わざとじゃないだろうし、気にしないでください。
昼食はどうする？人工血液とパスタだな。ああ、どうせなら天然血液の方が飲みたいぜ。よろしくお願いします。そういやクラウスは彼女作らないのか。僕はいいかな。この反応ということは恋人がいないってことですよね。そうなるね。とりあえず第一段階はクリアっと。いるだろう。いないよ。いや、その反応はいるな。一瞬言い淀んだのを見逃してないぜ。この反応では何とも言えませんね。だけど言い淀んだってことは可能性はあるんじゃないかな。ヒュームとバンプはどうやっても相入れない関係なんです。天聖院先輩は何も悪くないんです。悪いのは、それでも、私はそれでもこの思いを諦めたくないです。どうしてそこまで決まっているではありませんか。身分が、種族が違っても好きになってしまったからです。好きになる前はバンプなんて野蛮で横暴で大嫌いな種族でした。でも今はそんなこと思っていません。都合の良い話ですが、彼らも私たちと同じ知性を持ち、同じく誰かを好きになる人なのです。
主食が違って特性が違う、それだけなのですから。いつか小花井さんにも好きな人ができたら分かりますよ。そんなもんなんですかね。そうしたいのは山々なのですが。自信が出ないということか。あれだけの覚悟を見せておきながら、お恥ずかしいことです。だから、やってみます。